出ようって決めたのは何だっけ？8月です。8月、はい、で、それまでさ、はい、ボディメイクトレーニングしてないってこと？柔道のさっきのあ、でもトレーニングその、めっちゃおもろい話していいですか？俺、8月まで、うん、いや、8月からのボディメイク的なトレーニングしてないんですよ。YouTube で見たようなちょっとトレーニング向けのトレーニングを自分で見てで、あ、こういう風にやるんだってってみんなの大会はね、それやったの？やってました。で、ある程度コンディションとかは試したとか、何食べたらいいですかみたいな連絡しながらこれ食べろ、これ食べろみたいなもうやってました。そこに分かんなかったです。何も分かんないじゃん。何も分かんないです。右左何も分かんなくて、まあ、食べるものって言ったらさ、はい、どんな人でもこれ食べろって言ったら、まあ、はい、同じことはできる。まあ、辛いけどね。ただ、YouTube ですか？ジンさんとか、カネキンさんとか、なんか、みんなが見るような、こう、もう、ザ、もう、フィットの業界の、なるほど、なるほど。YouTube の第一人者みたいな。だから、YouTube 見て、あ、こういう風にやるか。ただ、ジュデスさんね、根性はあったんですよ。なるほど。多くのことができて、なんで一日トリプルスプリットとか、うん、こうとりあえず追い込もうって思って。だって、あれでしょ、当直勤務24時間に30時間ぐらい勤務するじゃん。はい、その前に朝起きて準備行ってたんでしょ。めっちゃ重いですよ。やばいよ、これ。朝4時に起きて筋トレするんですよ。8時に出勤なんですけど、当直で爆睡動くんですよ、僕。で、いつも上司に怒られて。で、勤務24時間あるじゃないですか。明けでそのまま時に行くんですよ。ショーの洗濯機で4時に持っていた前日に持っていた使った量を回してたんですよ。で、到着終わってその洗濯機でちょっと湿っとるんですけど、で24時間準備でトレーニングして到着終わりに疲れて寝るじゃないですか。起きるじゃないですか。準備ですよ。で、次の日は週休か、週休なんで1日休みじゃないですか。で、午前午後行ったら3日で5回準備いけるんですよ。到着の朝、はい、到着明け、はい、すぐ行く、はい、で寝てその日の夜は起きます。で週休でダブルスリット、はい、若干まだやってる。いや本当にやるしかないと思ったんですよ。もう3日で5回、はい、そのせいで仕事も無事できなかったですけど。警察官もしたら最悪、最悪でしたね。最悪だけど、ボディーさせたら最高だね。警察のこのバックにプロテインが詰めまくってました。肩通りと思って。ルーティンではどうなってるの？ルーティンですか？どういう風じゃないの？ちなみにだって、どういう風に3日で5回終わるじゃないですか。終わる。終わる。で、なんで、警察の勤務では僕の、あれでした。ルーティンで一緒でした。参考台。参考台がルーティン。じゃあまあ、オートバックで5分割で。胸、背中、肩、腕。8月から入って、で、まあ、丸くしないといけない。とりあえず筋トレしまくって、8月から1、2月までそれを続けました。その生活を、はい、